棚の肥やしになっている本、どうしてますか？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所八雲庵、琉球食系、トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。読んでないのにここに鎮座している本たちをそろそろ何とかしないと、次から次から新しい本たちがやってくる、これが処理できなくなっている。はい、パーソナリティの小室ゆりです。よろしくお願いします。どうしてます、どうしてます。本当に本とかあの CD とかの行き場ってどんどんなくなりますよね。しかもあの必要な時にあってほしい本たちっていうのがやっぱり仕事から多くなってきてて、でも普段いつもいつも読んでるわけじゃないから、こういう時に4次元ポケットとかね、どこでもドアとかあると本当に便利ですよね。もう皆さんどうしてんだろう、ちょっとこれ本当に結構死活問題です。そんなにね広い部屋に住んでいるわけではないので、こう毎月毎月新しい本を読もうと思って Kindle で1冊で紙で1冊読むようにしてるんですね。まあ、Kindle の方はデータなのでいつでもどこでもしまえるじゃないですか。問題は紙ですよね。でも紙で読むとやっぱりね、こうしっかり入ってくる感っていうのはこう Kindle と読み比べしていても感じるところなんですよね。さあ皆さんはこの紙の本たちの行き場どうしているのか、ぜひぜひあの死活問題です、教えてください。よろしくお願いします。それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、教えてゆり先生。今週は20代前半の童貞くんからメッセージをいただきました。耳だんぼにして聞いてください。毎月4週目は妊活一言サプリ、ご担当いただくのは小宝鍼灸師市毛真也先生です。今月は市毛先生が感じている少子化について、こちらをスペシャリストの目線からお話ししてくださいます。楽しみにしておきましょう。そして萩原八雲先生監修の占いサプリも健在です。今週はね、色で占ってくださるそうですよ。7つの色からあなたの好きな色を選んでください。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談、こっそりと送っておいてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上、 info@friendvillage-c.com まで送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。教えてゆり先生。リスナーの皆様から寄せられた様々な質問に真摯にお答えしてまいります。教えてゆり先生、早速メッセージ読みたいと思います。読みます。24歳童貞です。
彼女ができて初めてセックスしましたが、うまくいきませんでした。手順通り進めたのですが、途中で入らなくなってしまって、その後もなんとなくぎこちない雰囲気になってしまいました。次のセックスは失敗したくありません。うまくなるコツを教えてください、とのことでした。ありがとうございます。匿名希望さんですね。初めてのセックスどうすればいいのかということですよね。これは悩みますよね。これはもう声を大にして言いたいんですけれども、初めてのセックス、これは初体験でも、初体験じゃなくて相手が変わって初めてのセックスの時でも、一律で言えることが、挿入できたとか、その先にじゃあ射精ができたとか、いわゆるセックスの成功事例、セックスの成功通過点っていうのかな、あると思うんですけど、これは女性はそこまで重要視していないということをはっきりと申し上げておきたいです。これ気にしてるの男性側なんですよね。これができなかったら満足させられないんじゃないか、このセックスが失敗になっちゃうんじゃないかって思ってるのは男性だけで、女性はもっと心のつながりだったりとか、肌の触れ合いだったりとか、そっちを満足の加点をしてるんですね。なので失敗したから、その失敗が入らなかった、途中でダメになっちゃった、射精しなかったというところではないということは言っておきたいと思います。じゃあどうすればいいのかって、まず一つ気になったのは手順通りに進めた。この手順って誰が決めたの？多分大元は AV ですよね。キスします、胸触ります、なんでこの順番なのかっていうことを考える必要があるんですね。要は一番感度の強いデリケートゾーン、膣周りに触る前に、徐々に外側から内側に感度を高めていく順番が、髪の毛、キス、首、胸、腰周り、または足の方に行くかもしれない。外から内側にどんどん感度を高めていくっていうのが考え方としてはセオリーなんですけど、それを知らないで AV の通りにやるっていうことを考えてしまうと、多分これ失敗につながります。で、何が失敗かっていうと、女性が濡れない、要は受け入れ準備ができてない状態のまま挿入行為に至ってしまうと、女性は痛みを感じるので、あ、この人下手だわっていう風になりやすいですね。なので、なぜこのいわゆる AV のような手順を踏むのかっていう、なぜっていうところもしっかり勉強していただきたい。で、その後のなんとなくぎこちない雰囲気っていうのは、もちろん童貞君ですし、お相手も初めて肌を触れ合わせる女性じゃないですか。ぎこちない雰囲気になるの当たり前です。私お伝えするんですけど、3回まではトライアルセックスですよ。で、5回でなんとなく気持ちが落ち着いてきて、7回目でお互いの、あ、ここ違う、ここがいいみたいな是非が分かってきて、10回セックスして初めてお互いが本来のポテンシャルを出せるスタートラインに立つんです。なので10回までは諦めずに、失敗して当たり前だよねっていうぐらいの気持ちで気軽に取り組んでもらいたいんですね。なので10回の間に、こいつとは相性が合わない、この人は下手だっていう風に見ないでほしいんです。ということを踏まえ、まずは10回練習だと思って2人で取り組むこと、そしてその取り組むためには童貞ですということを彼女にまずお伝えになった方がいいと思います。どうやって伝えるのって思うかもしれないんですが、これはまたいつかの機会にお話ししたいと思います。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは
MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの下谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月4週目は妊活一言サプリ、ご担当いただくのは子宝恩灸をしておられます子宝鍼灸師市毛真也先生です。今週は少子化についてプロフェッショナル、少子化についてプロフェッショナルである市毛先生が思うことをお話ししてくださいました。それでは市毛先生、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。妊活一言サプリ39回目の今日は少子化についてお話ししたいと思います。はい、普段不妊に悩む方の鍼灸治療とかカウンセリングをしているんですが、本当にいろんな悩みを聞くことが多いんですよね。日本の少子化の背景っていうのは、これという一つだけにこう限らなくて、様々な要因があるんだなって率直に感じている日々ですね、感じておりますね。これまでもこう一言サプリって結構こうぶっちゃけたトークをさせていただいたりとかしてるんですけども、私が普段携わっている中で不妊治療の相談っていうのを受けているんですが、正直そういった中で一番はやはり経済的な不安定感を感じているっていう方がもう本当にほとんどです。で、いろいろこう助成があるよとか、いうこと、こうポジティブな、なんて言うんだろうな、不妊治療にもこう保険が適用になりましたとかっていう、いい情報っていうのも聞くんですが、実際はそうではないなっていうことを感じております。というのは結構今ってこう凍結胚移植とかって言って卵子の凍結をしている方とか、あるいはこう精子の凍結をしている方とかも多くいらっしゃるんですね。で、不妊治療にこうステップアップしていくと、受精卵をこう凍結するっていう、胚盤法になってからこう凍結するっていう方もいて、でそういった凍結している期間の費用っていうのももちろんこうかかってくるわけですよ。でそういったものもじゃあ保険適用になるのかっていうと、そうではない。結構、保険とか助成とか対象外になるっていうものもあって、そういったものが細かい費用がこう積もり積もって結局は多額の負担となって断念しているっていう方も本当に多いんですよね。はい。でちょっと話は変えるんですけども、今ですね、結婚式を挙げる20代が減っているっていうのをご存知ですか？でそういった中の20代の最も多かった理由っていうのは、その結婚式を挙げる分を他で使いたいからっていう理由で結婚式を挙げないっていう方が多いんですよ。はい。で昨今ですね、こう物価も高騰したり、将来の年金の不安とかよく騒がれてますよね。で医療費とか介護保険料の負担っていうのがどんどん
上がるとも言われています。実際にもう医療保険とか後期高齢だと1割負担っていうのはもうなくなっていて、なくなっていってっていうのはこれから後期高齢に変わる人たちですよね、っていうのはもう1割ではなくて2割っていうふうにもなっております。我々も、我々っていうのは私たち、これからの世代っていう人たちも2割で済むのかどうかっていう問題もあるわけですよね、今後。そういったように経済的な不安というのは少子化において、原因の大きな理由だというふうに私は思っているんですよね。はい。で、ちょっと少しこう話を昔に戻すというのですかね。昔は隣のおばあちゃんとか、おばあちゃんっていうか隣のおばちゃんとかが子供預かっとくよって言ってくれたりとかですね、ほらご飯作ってあげるからとか、例えばね、こう子育てしてるお母さんがお仕事が忙しいとか給与があるとか、あとこう病気があるとかって言った時に、近所のおばちゃんとかはですね、あ、いよいよ見てあげるからとかっていう、そういったようなこうコミュニティっていうのが充実していたんですよね。はい、映画で言うと三丁目の夕日的な感じですかね。で、それって結構大事であって、私は昔にあって今にないものっていうのをもう一度こう見つめ直す時期に来ているのかなっていうふうに思っているんですよね。私は隣のおばちゃんではなくて、おじさんになりますけども、はい、相談したりとか話したりするところは、私みたいにですね、そういったところはたくさんあります、正直。はい。で、そういった人たちに知恵を借りて、で、人の方でですね、泣いてもいいと思うんですよ。もうね、いろいろ辛い思いをしてるっていうところはですね。なので、我慢しすぎないで、まずは話すこと。そんなところから始めていくのも、実は少子化解決への糸口となるんじゃないかなと、私は思っております。はい。それでは今日はここまで。もっと聞きたい、もっと知りたいということがありましたら、いつでもご相談やお気軽にご連絡ください。連絡先は、ココア新旧、KOKOA 新旧で検索してみてください。メッセージ、お電話、お待ちしてますね。それでは、バイバイ。妊活と一言で言っても、この妊活を多角的に見ていかないと、本質的に解消したい妊活にはたどり着かないんだなということがよく分かった、そんなお話でしたね。子供が欲しい、だけど経済に不安がある、サポートが得られないかもしれない、この不安って本当に実は私も身近に感じていることで、同じマンションに住んでいる30代後半のご夫婦がご解任されてなんですけど、なかなかそれを周りに言えなかったんですよね。で、たまたまご縁があって、その奥様にご飯を食べに来てもらったんです。で、その時に遠慮なく言ってねって、もちろん私たち母もね言ったんですけど、それを素直に受け取ってもらえたのかな、どうなのかなっていうのはなかなかわからないところだったんですよね。この親切心っていうのが、渡す側も抵抗あるし、受け取る側も抵抗がある、考えてしまう、そんな社会なのかなと体感しています。でも渡すことは続けていきたいなと思います。市毛先生、ありがとうございました。 99% の人が楽になったと実感、ここにしかない極上の癒しをあなたへ。子宝鍼灸師市毛真也先生が運営するトータルボディケアココアへのお問い合わせは、インターネット検索ココア鍼灸 KOKOA 鍼灸でお願いいたします。
リ。占い講座のリアルとオンラインの同時配信中継が大人気中です。占い癒し処やくも庵オーナー萩原やくも先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週は11月16日が良い色の日だったということで、色で占いたいと思います。赤、オレンジ、黄色、緑、青、藍色、紫、この7色のうちどれか1つ選んでくださいね。もう一度言いますよ。赤、オレンジ、黄色、緑、青、藍色、紫、選びましたか？それではセクシーに参ります。赤を選んだあなた、前向きなイメージをもたらす赤の情熱は強さも示しているのよ。他には興奮の意味もあるの。何よ、もう興奮してきちゃったの？あっちね。オレンジを選んだあなた、パワフル、冒険、チャレンジを表すオレンジ。でも温かいぬくもりを求めている時にも選んでしまうのよ。私と寒い木枯らしの中、肌を触れ合わせてみる？黄色を選んだあなた、ユーモア、希望、無邪気といったイメージの黄色。一手に注目を集めたい時にも思わず着込みたくなってしまうわ。あら、下着の色が黄色だなんて、私に何を見てほしいのかしら。緑を選んだあなた、緑は平和や安らぎなどのイメージがあるわね。また心が疲れちゃっている時にもこの色を選びがちなのよ。私がよしよししてあげる。こっちに来て。青を選んだあなた、青は誠実、広大な自由を示す色。気持ちを落ち着かせたり、集中力を高めたり、モチベーションをアップさせるのよ。ちょっともう、どこ見てるのよ、エッチ。藍色を選んだあなた、探求心があって、一つのことをとことん深掘りしたいときなのね。表面的なことや常識や普通らしさにとらわれず、本質を見抜く力があるときよ。でも私は M じゃないって言ってるでしょ。本質見抜いてみない？紫を選んだあなた、大人っぽさやセクシーを表す紫。一言では表現できないのよ。ミステリアスでいつも秘密めいている個性を感じる効果もあるの。魔性の魅力で虜にしてあげる。占い癒し処やくも庵オーナー萩原やくも先生の鑑定にご興味のある方は、占い、タロット、やくも、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週もドキドキする内容でした。やくも先生ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室由里の夜サプリ。そろそろエンディングのお時間となりました。
今週もご視聴ありがとうございました。来週を5週目ですね。来週はゆるゆると喋る雑談サプリいきたいと思います。何を喋ろうかな、楽しみに待っていてください。そしてこの番組はもう聞いてくれているよね。土曜の朝の始まりラジオ、キッス FM 神戸、 BNI 神戸東プレゼンツ、エキスパートボイス、マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えして、エキスパートなビジネスのお話を伺っております。毎週土曜日朝7時から10分間ラジコで聞いてくださいね。キッス FM 神戸で配信中です。またタイムフリーにて聞き逃し配信も行っております。朝早くて聞けないよというそこのあなたは、ラジコのホームページからタイムフリーで聞いてくださいね。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処やくも庵、琉球食系、トータルボディケアココア、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで嫌なわらばーな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド水曜日の担当は比嘉亮土さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。運の良い人々とは、強い信念を維持し、数々の犠牲を払い、粘り強い努力を続けてきた人々である。イギリスの哲学者ジェームス・アレンの名言です。運がいい悪いって一言じゃ決められないですよね。ただ運がいい人はいきなり運が良くなるわけではない、これは万人共通して言えると思います。恋愛もコツコツ続けていきましょう。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。ただがむしゃらに走り続けてた、気がつけば引き返せないところまで、私は生まれた、この想い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなた